言った。臭いよ。臭いってあんた、この T シャツもパーカーもあんたとだろか。でも、もう来たらこっち入れろって言ったもう。お兄ちゃんはちゃんと刺すよ。あんただけせんとは。ちょっとさ、それやめてくれへん。なんごれ。お兄ちゃんと毎回毎回比べんの。気悪いわ。比べとらん、お母さんは別に。比べてるやん、お兄ちゃんはって。ちょ、お兄ちゃんはできとるよって言うただけだ。別に比べちゃおらん。そりゃあ、お兄ちゃんと比べてて。別にね、お母さんはね、勉強とかスポーツとかね、個人差があることで比べたことは一回もなかよ、お兄ちゃんにも友達にも。あるね、あんたのこと比べたこと。それはないけど。ねえ。違うって、ここにかけんで洗濯物出すとかって、ご飯食べ終わったら、食器水につけとくとか。あんたもお兄ちゃんもできることでしょ。それをお兄ちゃんはできとるのにあんたはできとらんけん、お兄ちゃんはできとるよって言っただけだ。別に比べとるわけじゃなか。ねえ、みんなができることだけ言いよるだけ。すがん勉強して頭良くなれとかね、足速くなれとか野球上手くなれとかね。次は友達とかお兄ちゃんそういうので比べたことなか。ねえ。できることだけ言いよっと。だからお母さんが言い間違えました。これからお兄ちゃんはできるのに言うのやめるね。お兄ちゃんもできるけん、ひろちゃんもできるよ。これでよか。ね。これからそう言うけん。それならよかでしょ？比べとらんでしょ？お兄ちゃんはちゃんとね、着た服ば脱いでここにかけらせたんよ。ここにちゃんと入れらすよ。やるわ、ちゃん。うん、ちゃんと。だけどひろちゃんもできるはずです。はい。チャンネル登録よろしくね。